り、人を助けたり、病院を搬送したり、それぞれの役に合わせていろんな車が活躍しています。まず初めに登場した車は機動戦士です。この車は消防や救出活動をスムーズに行うための電化式ドームとして使われます。千葉市内6カ所消防署を配置され、現場活動の最高層の下に指揮隊長が使うようなポイントとし、最善の撮影を含め動物の方がないことを知り続けてもらいます。車両内部は消防署の周囲の撮影が最大限の動物の消防署の方が大変に動物の撮影を撮影する撮影していて、まさにそれだけの撮影を高くなることです。登録されていて、応援で被災地に出動することもあります。
格納性相当サイの直径を準備して休憩所に集まります。内部には内部とのある休憩室のような車です。まだまだご紹介しますよ。続いては特別高度交差車、通称大型ドア車をご紹介します。この車の後ろについている大きな扇風機のような機械は大型ブロワーといって、大きな台風と同じくらいにもなる最大45メートルの風を送り、現場の危険な煙やガスを吹き飛ばすことができます。なんとぺちゃんこの東京ドームを5時間で膨らませることができ、ホースをつなげると大型ブロワーから霧状の水を出し消火活動もできます。大型ブロワー搭載の特別高度交差車は千葉県に1台しか配置されていません。千葉市民だけではなく千葉県民を守っている大変有効な車なんです。最後にご紹介する車は照明点検車です。この車は夜の暗い火災現場で照明をつけて作業をしやすくします。昼間のように明るくなり、なんと100メートル先の進入が読めるくらいの明るさになります。現場に使われる機械の電源を取ることができ、お家庭の蛍光灯やコンセントみたいな役割をする車です。以上で第1、第2ページ、消防自動車のご紹介を終了いたします。消防救急自動車と消防ヘリコプター2機、消防艇1機。